1人のお客さんに1枚ずつカードを選んでもらいますけども、その前に僕も1枚のカードを選びます。覚えやすいようにスペードのエースにします。それではどれでも1枚ずつカードを選んでください。カードにサインをします。同じように表にサインしてください。それではカードを1枚ずつ戻します。一度カットしておきます。これでこの中のどこかに3枚のカードが入っています。まず最初に練習で僕のカードから取り出してみます。それではこれらが本番です。おお。サインしたカードが出てきました。同じカード2枚になるかよく調べてください。